皆様、総取りの時間になりましたよ。さあ、どこにいらっしゃるのかな。私が持っているのは、先ほどお伝えしましたシールです。まずですね、あなたクールじゃん。そしていいね。それから感動、そしてラブ、いろんなシールがあります。はい、参加してくださった方にはこのようなシールなんですがプレゼントさせていただきます。ぜひぜひご参加ください。さあ、踊り子の皆さん、遅いですね。時間ないですよ。さあ、それではレクチャーということで一緒に皆さんとやっていきたいと思います。横浜印象といえばもうみんなでやる、みんなで歌うっていうような歌になります。私が歌いますので皆さん後からついてきてください。いきます。みんな来い来い輪になって、みんな来い来い輪になって、来い来い来いよいよさか、来い来い来いよいよさか、横浜ワイワイ踊らにゃソンソン、横浜ワイワイ踊らにゃソンソン、いいじゃんいいじゃん横浜じゃ、いいじゃんいいじゃん横浜じゃ、ついでにいいじゃんいいじゃんベトナムじゃ、いいじゃんいいじゃんベトナムじゃ。おい、そしたら次は私が言ったら、マイク言ったら、みんな誰か私の後に言ってよ。いい？いい？大きな声で言える？大丈夫？いくよ、恥ずかしがっちゃダメだよ、日本人の方がシャイなんだから。いくよ、みんな来い来い輪になって、みんな来い来い輪になって、来い来い来いよいよさ、来い来い来いよごいよさ、来い横浜ワイワイ踊るのソンソン、横浜ワイワイ踊るのソンソン、いいじゃんいいじゃん横浜じゃ、いいじゃんいいじゃん横浜じゃ。はい、オッケー、ありがとう、大成功。はい、そしたら私がおいでおいでって言ったら、みんなはどうぞどうぞ。じゃあいい形してるね、おいでおいで、どうぞどうぞ。あ、そういう感じ、さっきのよかったよ。いい、おいでおいで、どうぞどうぞやってみて、おいでおいで、どうぞ、どういう形でやる、どうぞどうぞ。はい、実際にもおいでおいで、どうぞどうぞ、おいでおいで、どうぞどうぞってやります。そしたらステージの前の人、おいでおいで私と一緒に言ってくれる、はい、そしたらステージの上の人、どうぞどうぞ言ってくれる、はい、お客さんもどうぞどうぞ言ってください、いいですか。じゃあ一回練習しますよ、せーの、はい、はい、どっちが大きかったかな。あ、自己申告、自己申告。じゃあステージの前の人に聞いてみよう、今どっちが大きかったですか。シャイな日本人がここにもいました。はい、ベトナムの方にも聞いてみようかな、ベトナムの方いらっしゃるかな。今どっちが大きかったです。どうぞ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 、あー、なるほど。じゃあ私一回ここで聞いてみよう。どうらくん、せーの、はいはいね、どうぞどうぞ、はいはいね、どうぞどうぞ、はいはいね、どうぞどうぞ、はい、今ね、ここにいたせいかここが大きかった。こちらがちょっと残念だったんだけど、後ろの声が、皆さん一緒に言いませんか。今日はお祭りなのでたくさんの人に来てもらいたい、おいでおいでって言ったら、どうぞどうぞ来て来てっていう感じでお願いします。ラストいきます、せーの、はいはいね、どうぞどうぞ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 、 OK です。じゃあそんな感じで、後半こういうところがありますのでね、ここですよって言いますので、皆さんその時が来たら一瞬ですので、終わる前に声をお願いしますね。はい、スタッフの皆さん、時間ですか。はい、チェックが入りました。私ついつい遅くなるのでね、チェックをお願いしておりました。はい、それではレクチャーはここまでです。歌のレクチャーだけでした。はい、いけるかなみんな。はい、よさこいチームみんなどこにいるのかな、みんな入ってきて一緒に踊りましょう。そして近くの人で一緒に参加してくれた人がいたら、私ここにシールを置いておくので、みんなどんどん持ってっていいから、近くの人にプレゼントしてあげてね。
葵ちゃん踊ってからだよはい、踊ってる人ももらっていいからね。はい、それでは参りましょう。